こんにちは、速稼塾の久保です。今日は7月7日七夕なんですけども、ライブ放送をね毎朝してるんですけども、今日は40分ぐらいのライブ放送になっちゃいましたんで、ちょっとねこれをさすがに毎日の更新情報に搭載すると皆さんのお時間がなくなっちゃうと思いますんで、これはね一応添付しておきますけども、メインの放送はこちらにさせていただきます。今日のテーマは七夕ということをちなんでね、恋愛の話もしたかったんですけども、思考は現実化するっていう切り口でお話ししようかと思います。例えばこういうことなんですよ。久保さんだからできたんでしょって言った瞬間にその通りになっちゃうんですよ。私じゃなくてもできるんですよ。あ、誰でもできるんだな、自分にもできるんだなと思えばそれが現実化します。シンプルにそれだけです。だから特別な条件が揃ったからできるわけではないんですよ。特別な条件を揃えに行くからできるんですよ。ですので今のところ今日の時点では0点でもいいんですよね。でも明日には1点でも取っていけないんですよ。そうするとだんだん自分の思考にそれ現実が追いついてきます。だから思うだけではダメですよ。でも思わなければ何も始まりません。ですので今日決めるんですよ。自分の人生はどこに向かっていくのか、それを決めない限りは延々と、あの人だからできたんでしょ、私はあの人じゃないからできませんということが現実化しちゃうんですよね。はい、思考は現実化する。そうなると思えばそれが現実化しますし、そうならないと思えばそれが現実化します。どちらにしても考えたことがそのまま数日後数年後に結果として現れるのは間違いないことだと思いますけども、いかがお考えでしょうか。それではね、今回は以上です。失礼します。そして今日は対談相手が鹿児島からやってきます。億万長者合宿の吉谷拓郎さんをお迎えしてねお話ししようかと思います。それでは。